けど、ヒットが出れば自然とタイミングも良くなってると思いますね。なるほどね、そういうものですね、はい、やっぱりヒットが出だすと気持ちに余裕も出てきますから、はい、追い込まれるまでのそういう狙い球もしっかりと待てるようになりますし、もともとこの人は、ね、ストレート待ってて全部の変化球を対応できるバッターですけど、ただ一つ、ね、今日思ったのはちょっとこう急ぎすぎかなというタイミングがね、もう少しゆったりと取ればまたすぐ上がってくるとは思うんですけどね。まあ、過去14年間で3割30ホーマー10回ですからね、さあ、ツーツー124キロですが、いや、あれ124キロじゃないですよ、ね、今のは147キロぐらい出てますよね、はい、僕の計算だと、今年はしかし、ね、125ってことはないですよね、今ね、あの藤川があのストレートで、はい、なかなか空振りは取れないんですね。だからちょっとやっぱり絶頂期 の、 あの伸びっていうのは多分今ないんですよね。あのタンバンバラレがちょっと早いですね、ああの絶頂期から比べたらね。なるほど、はい、さあツーストライク、ツーボールツーストライクです。次が7球目、これはバットが出ません。まずは小笠原見逃しの三振に打ち取りました。あ、これはちょっと悔しそうです。これフォーク待ちでしたかね。まあそうですよ ね、 ね、今のはコースはそんなにいっぱいいっぱいじゃないですもんね。どっちかというと真ん中、ね、真ん中ですよね。ただ藤川投手と対戦した時にその、はい、とにかくまっすぐ打つんであれば低いボールしかチャンスないというふうに思ったんですよね。やっぱり高いボールはそれだけもう勢いがありましたし、パッと上がってくるような感じですね、はい、意外と見送った時にはそんな速く見えないんですけど、打ちに行ったら速いっていうのがこう感じるんですか、はい、なんか不思議なピッチャーだったですね。ですからまあこれだけの結果と成績が残せるわけなんですよね、はい、立浪さんをしてもそうなんですよね。そうですね、まっすぐはなかなかのファールにはもちろんできたんですけど、前に飛ばせなかったですね、はい、さあまずは小笠原を打ち取りまして、4番のラミレスです。まあ、今日は同点のタイムリーも放っています。まあ、ここは本当に力と力になります、その勝負。やっぱり田尾さんおっしゃったようにちょっとこう変化球を、まあ、多投せざるを得ないというかね、あのもうまっすぐになるときは大丈夫だっていう時期がありましたけどね、はい、今のところそこまでのまっすぐが来てませんからね。去年は49本のホームランを放っているラミレスに対して、さあ藤川球児ボールが2つ先行しました。ツーボールノーストライク。150キロ。これはスタンドに入ります。足を上げてすぐ投げる、ちょっと投球フォームをね、はい、あの今までちょっと足上げてゆっくりこう軸足に乗せながらしばらく力投げたんですけど、だいたいランナーが一塁にいるような、だいたいクイック気味なフォームになってますよね。はそのあたりでそのピッチングに何かこう変化みたいなのってのはやっぱ出てくるんですか？やっぱりしっかり軸足乗せた方がまっすぐもっと走ると思うんですけどね。あ、もう少しね、9回の表に入っています。これはどうでしょうか、スタンドに入るかギリギリですが入りました。2ボール2ストライク。今のなんかは、はい、あのセットポジションしてセットに入って、ゆっくり持っ て、 でクイックっていうね、もう本当にあのモーションでもちょっとこうタイミング外してやろうっていうぐらいの気持ちで来てますよね、はい、ランナーがいるときはああいうのはこれは嫌だったんですけど ね、 ね、まあ、クイックというのはやっぱりバッターもタイミングをちょっと変えて打たないと対応できないですから、非常に難しいんですけど、ただ多少やっぱりボールはその大きく足を上げるときよりも落ちますよね。なるほどね、まあ、そのあたり本当に確かなことなんでしょうけど ね、 さあツーボールツーストライク。これでスリーボールツーストライクになります。この藤川のフォークに対しては全然前に向かってこないですよね。しっかり待っててますね。さあフルカウントになりました。次が6球目です。3ボール2ストライクのフルカウント。タイムリーを放っている4番のラミレス。これは151キロですが外れました。際のいいところ。
さあワンアウトからランナーを出しました。さあ田尾さん、はい、この今の藤川の投球なんですが、まあ、今シーズンこれ初めてのファウルということになりますが、そうですね、まあ、ゆっくりあのフォークを待たれるんで、ちょっと困ったなっていうところだったと思いますよね、はい、さあそして高橋由伸を迎えます。ワンアウトからラミレスを歩かせました。今日はここまで高橋はヒットがありません。そして立浪さん、はい、ネクストバッターサークルのこの長野がですね、はい、まあ、去年は藤川に3打数の2安打、はい、そして1本のホームランというね、まあ、本当に、ね、1年目からあれだけの速いボールを、ね、対応できるわけですから、はい、もちろんすごいんですけど、意外とその前の年相性良かったあのピッチャーに対して年が変わって変わることももちろんありますからね。あ、なるほどね。相手も今年は絶対に初めの対戦で抑えようという気持ちも強いですからね、はい、打たれているバッターは分かりますし、まあ、そのあたりがこの初めの対戦からも入ってるわけですね。そうですね、勝負ね、はい、さあこれで高橋由伸を2ストライク追い込んでいます。前年度によく打ったピッチャーに、ね、あの年が明けて対戦するときに初めの対戦というのはやっぱりすごく、はい、あの大切にしてきましたよね、まあ、相手にどれだけ苦手意識を植え付けるか。そうですね、もうそれを植え付けただけでもう1年間全然違ってきますからね、はい、さあ高橋は追い込まれました。ワンアウトランナーは1塁です。2対2の同点。今度は落としてきました。今日は1回の裏にタイガースが1点を先制しましたが、その後はゼロがずっと並びました。そして7回、今ファーストランナーのラミレスのタイムリーで同点。その裏にタイガースが再び勝ち越し。8回の表にジャイアンツが追いついています。2対2の同点です。さあ追い込んだ藤川、高橋由伸落としてバットはどうでしょうか。曲がりました。さあ三振に打ち取りまして、ツーアウトランナーは一塁。そして去年は非常に相性のいい長野を迎えます。いいところですね。いますね。能見と比較すると、はい、やはり能見よりは高め、やや高めから落ちてこないと振ってくれないんですけど、はい、でもあの高さはやっぱり振っちゃいますよね。ですね。追い込まれてね。去年の相性が6割6分7厘というこの藤川と長野です。その長野、今日はここまでヒットがありません。前本さん、はい、去年はこの長野は新人王を取って、本当にこの2年目ですからね。いやこのバットの、ね、出てくるこの速さっていうのはやっぱりね、はい、反射的に出てくる速さってやっぱりすごいですよね。そういうのありますよね、はい、この場面はどうでしょうか。まあ、時々その後ろに立ちすぎだとかね、いろんなこと言われますけど、それは本人が一番打ちやすいんですから、そこはね、まあ、それはあんまり気にしないで、やっぱり自分のそのスタイルっていうかね、はい、そのままやった方がいいと思いますよね。まあ、そう言われながらも2割8分8厘というね、うん、まあ、上等って上等ですよね、際どいところ、ボールが一つ先行します。ツーボールワンストライク。あの高さフォーク見逃される、それも向かってこない、しっかり待って見逃されると止まりますね、じゃあ次にもう待ってるボールもあったとこね、まっすぐで勝負になりますよね、さあボールが一つ先行しています。これでバットが回って 2-2 になります。
長野みたいに後ろ立ってるバッターってね、はい、ピッチャーがそう投げにくいんですよ。投げにくいんですか。投げにくい。もう前にくっついてくる、くっついてくれるほど投げやすいんです。投げやすい、だけど本人はどう思ってるか分かりませんよ、けどね、打つ方はね、サイドに投げにくいわけです。そう、インコインコースなので、ね、真ん中に、真ん中じゃないかと思ってしまう、ね。さあ、この勝負はどうでしょうか。外、これでフルカウントになります。まあ、立浪さんが先ほどおっしゃったように、どれだけこう相手に嫌な印象をこの打席、そしてこのピッチングで残せるかというね。まあ、そうですね。ただやっぱりこれだけフォークが多いということは、はい、ちょっとやっぱりまっすぐ自分も、ね、なんかキャッチャーも含めて、ちょっと自信がないんでしょうね、今ね。次が6球目になります。まあ、ご覧のようにかなりね、本当にもう後ろまで下がっているこの長野ですが、さあフルカウント、ランナーはスタート。あー、これ外れて、ツーアウト、ランナーは二塁一塁となります。立浪さん、はい、この勝負ちょっと今首をかしげました。いや、まあ、もちろん長打が怖いわけでね、はい、ボールを選んだわけですけど、ね、まだまださっきその前に空振り取ったストレートなんていいボールいってましたからね、はい、まだまだもっと自信持ってこう投げ込んでもらいたいなっていうのはありますけどね。自信を持ってですね、はい、まあ、決して自信がなく投げてるわけじゃないんでしょうけど、はい、今日はちょっと投球見てますとそういうような感じが見受けられますね。さあ、そして代打矢野が送られます。まあ、今シーズンはまだここまでヒットがありませんが、まあ、去年は藤川と1回対戦がありまして、その時にはヒットを放っています。初球から振っていきました。まあ、藤川の場合はね、はい、まだ体的にはね、腕の振りだとか十分その何ですかね、早い球を投げられるんですけど、どうしてもね、ある程度年齢が経ってくるとね、はい、ためがなくなるんですよ。ためです。まあ、さっきから辰巳君言ってるように、ね、はい、その軸足にたまらないっていうか、まあ、うん、早い、ね、これはもうみんなそうなんですよ。バッターもそうですね、はい、だけどそこら辺をどういうふうに、ね、自分で克服するかということと、やっぱある程度もコントロールを気にしないといけないんですよね。ある程度です、だんだんやっぱり年を重ねるに従ってね、はい、ただ力任せだけじゃやっぱりダメですね。ですね、だからどうしても力任せに なってしまってるんで、やっぱ早いんですよ、タイミングが。タイミングがね、うん、変わらないっていうかね。感覚としてはもう自分が絶好調の感覚で投げてるんだけど、でも実際はついてるっていう、ね、だから球離れが早くなって、いつまでも俺は早い球で行くんだっていうのはいいんですけど、ちょっとやっぱりね、変化してこないと。又尾さん、どんな野球選手もそういうものに対応していくっていうね、時期ったら必ず来ると思うんですよね。まあ、年齢とともにね、やはりそういうものは出てきますけれども、はい、さあ、しかしこの代打の矢野に対してもボールが先行しました。ちょっと今日の藤川はなんか、ね、苦しんでますね。2対2の同点で迎えた9回の表です。スコアリングポジション、得点圏にランナーを進めたジャイアンツ、勝ち越しなるか。バットが回りました。これで 2-2 になります。同点のこの9回からタイガースはマウンドに藤川球児を送りました。まあ、しかしこの回2つのフォアボールを与えまして、2アウトランナーは2塁1塁です。セカンドランナーのラミレスが帰ればジャイアンツが勝ち越し。次が5球目になります。さあ、これは三塁正面、そのままベースを踏みました。藤川球児